本記事は、海中で人間に直接危害を与える、可能性がある生物の一覧である。鋭い棘や、歯毒を持つ、海洋生物は、少なくないが、海で行動する人間を積極的に襲う生物は、稀である。しかし、スクーバダイビング中にうっかり触れてしまうなど、人間側の行動が原因で被害を受けることは多い。死亡例も確認されており、 1929から1992年の沖縄県での統計では、脱類7名、海蛇類8名、おこゼ類1名、サメ類1名、アンボイナガイ4名、ハブクラゲ1名の被害が報告されている。毒を受けた場合、熱に弱いタンパク質であることが多いので、応急処置としては耐えられる程度の湯に30から60分、浸すと良い場合が多い。また、 毒がなくても、ナイトダイビングなどの際、光に向かって突進してきて皮膚に突き刺さる種類の、魚、噛みつく魚もいる。噛まれてから症状が出るのに時間がかかり、気づいた時には、手遅れとなることもある。呼吸困難やショック症状などで死に至ることもある。噛まれた場合には即水中から上がり、直ちに医師の診察を受ける必要がある。死法動物には、クラゲや、 イソギンチャクなどが含まれる。四方を持ち、触手で直接刺したり、刺砲を放出して刺したりする。刺された場合には、まずはすらずに、海水等で刺砲を洗い流す。刺された場合に、酢をかけると良いとする解説も多いが、カツオのエボシ、ウイバチイソギンチャクの場合にはかえって四方を破裂させてしまうこともある。また、心停止、呼吸停止した場合には、 心肺蘇生が必要である。対症療法ではあるが、ステロイド軟膏と冷却が効果がある。水中生物の毒は非常に強いことが多く、水中で意識障害を起こして溺れることもあるため、他の人の救助が必要な場合が多い。また、ある種の生物毒の処置に、 適切な応急処置であっても、別の生物の毒に対してはかえって悪化させることもあるため、まずは被害を与えた生物の特定をして、種類に応じた処置をする必要がある。また、古い文献に書かれている応急処置法は、他の生物からの類推であることも多く、間違っている場合もあるので、できるだけ新しい情報を調べておくことも重要である。 一般的な応急処置としては、傷口を海水で洗い、毒針などが残っていたら、ピンセットなどで取り除き、傷口の心臓に近い側を縛って、毒を絞り出す。ただし、脱の被害のように大きな異物が刺さっている場合には、傷口を広げないために抜かない方が良い場合もある。毒は熱に弱いタンパク質であることが多いため、 耐えられる程度の湯に30から90分浸すと良い場合が多い。しかし、氷門ダコの持つテトロドトキシンのように熱に強い毒に対しては効果がない。また、患部を冷やした方が良い場合もある。いずれにせよ、専門の医療機関での早急な治療が必要な場合が多い。ありがとうございます。